山下拓司は、愛媛県八田浜生まれの公民権運動家。様々な社会的、法的障壁のあった時代に、在米アジア人にとっての三大障壁すなわち、市民権取得、職業参入、土地所有における障壁に自ら立ち向かった。1893年、宇和島名林間を1年で終了し渡米。残されている写真などによると、 タコマ高校を2年で卒業後、ワシントン大学法学部に第2期生として入学。1902年に同大学を卒業し法学士号を取得、抜群の成績でワシントン州の司法試験に合格する。山下の弁護士開業申請に対し、ワシントン州最高裁は、帰化関連法に照らして、日本出生者には市民権認定の資格があるか 疑わしいとする命令を出した。山下は命令を不服として本人訴訟によりワシントン州最高裁に上訴28ページの弁論主意書を提出した。この主意書は職業法律家としての高い水準に達しておりまた極めて独自の法定戦略を含むと評されているが最高裁は全員一致で山下にはアメリカ人たる資格がなくよって弁護士会業は 不可とする決定を行った。この決定は、山下の死後、上訴から99年を経た2001年3月1日に、覆され、山下の弁護士資格が認められることになった。1922年には、アジア人の土地所有を禁じた、外国人土地法を不服として、再び上訴。ワシントン州法務長官は、日本人がアメリカ社会に適応するには、その、 顕著な身体的特徴を排する必要があり、ニグロ、インディアン、シナ人についてはすでに同化が不可能であると証明されていると主張した。連邦最高裁で審理された、この山下宅自ヒンクル訴訟においても、山下の主張は認められなかった。ワシントン州の外国人土地法が廃止されたのは1966年のことである。その後はシアトルとブレマートンで、 レストランとホテルを経営、シルバーデールで夏季の養殖事業を行った。第二次世界大戦中には、妻と共に強制収容され、資産のほとんどを失った。一家で、ツールレイク強制収容所、マンザナール強制収容所、ミニドカ強制収容所に収容され、戦後釈放されてシアトルに戻ったが、1957年日本に帰国2年足らずで死去した。 ありがとうございます。